はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、トリプルゼータの出現率アップということで、これはですね、持っていない人は今回すのがいいのか、ラストチャンスに回すのがいいのか、非常に迷うとこなんですけども、今回ね、ヤシャエンマフェスがポイントなので、ヤシャエンマ狙いの人は今回すといいのかなと思います。もちろんアースウォーカーフェスも非常にね、使えるキャラです。1日限りと。さあ、僕はですね、ヤシャエンマフェス持ってます。プラス7凸です。使うたびにダメージアップです。で、スキルが強力なんだよね。デカプニで降ってくる、そしてデカプニを消すと技ゲージがアップする。そしてアースウォーカーフェス、こちらも強力、プラス7凸ですね。タップでデカプニ周囲を消す。そしてスキルもね、ダブルスキル強力です。回復と技ゲージがたまると。そして確率なんですけども 0.8、0.8 と非常に微妙なこの確率。さあ、単発でいきます。さあ、持ってるんで、まあワンチャン限界突破狙えればいいかなと。赤カップからの、お、さやちゃん入ってるんだ、 SS ランク。これね、 SS ランクなんだけど結構使えます。さあ、今回意外とね、ガチャ目玉キャラ以外もね、珍しいキャラがたくさんガチャに入ってます。おっと、ゴールドのウィスパーからの金カップからの、おっと、一生ごめん出てきましたね。キャラは非常に大好きです。一生お詫びの術と。さあ、そしてコインなんですけども、10連記念コイン紫、こちら回していきます。ガチャの中身は非常に強力、トリプルゼータもちろん入ってます。そしてダブルゼータ、ランク Z、SSS ランク、SS ランクと、S ランクも入ってます。ただ確定枠があるんで、これはちょっとね、非常に夢があるコイン。さあ、行きましょうか。今回配布もいいんだよね、この確定枠付きの10連コイン。これはまさか。さあ、どうなの。おっと、金カップ率むっちゃ高え。今回だから、この最大100連のこの配布ガチャ、お、マジか。赤カップからの、おっと、メイドの花子出てきました。これはね、ずっと欲しかったキャラなんですよ。まあ、だいぶ懐かしいキャラにはなりますけども、これが今ゲットできるっていうのは非常に嬉しい。まさかのここから来るか。まだ確定枠残っています。非常に夢がある。さあ、今回ね、だからイベント、まあ、配布がね、 Y ポイント配布、おっと、ランク Z、 Y ポイント配布もね、このガチャのコインの配布も結構あるんで、まあ、最近プニプニ始めた方は非常に遊びやすいね、イベントなんじゃないかなと思います。まあまあいいんじゃないの、平均としては非常に高いかなと思います。さあ、超いいねで投票なんですけども、やっぱりエルゼミキアフェスがダントツですね。シュカフェス頑張れ。どんどん差が開いていく。ヤシャエンマも結構頑張ってます。さあ、そしてお宝集めの方なんですけども、アースウォーカーのお宝集まりました。そして最後の S の賞3冊しか落ちません。これはちょっと厳しい、横取りチケットないしね、もう少しドロップしたら横取りありかなと思ってます。そして優勝回数の方は1000回を超えました。1233回、全体ランキング1万回ってなんだよ、ちょっとやばくね、桁がおかしいぜ。1万はちょっとね、マジやべえ。さあ、そしてランキング報酬、秘伝書なんとかもらえるか。さあ、シュカフェスの攻略やっていきます。さあ、封印の方は全て終わりました。さあ、パーティーなんですけども、まずはヤシャエンマ使ったパーティーやっていきます。さあ、使うたびにダメージアップ、メインアタッカーとして使っていきます。
闇閻魔一緒に使っていきます。こちら大量プニケシコンボ数を稼ぎます。闇閻魔とですねヤシャ閻魔非常に相性がいいんですよ。そして閻魔大王、そして暗黒神閻魔、こちらスキルで復活があります。ワンチャンあります。仙台閻魔大王を使っていきます。さあこんなパーティーでいきましょうか。さあヤシャ閻魔はですね1回では倒せません。なので2回打ちでいきます。フィーバータイム内タイム外、まあ、これはねどっちでもいいかなと思います。あまり関係ないです。まずは闇閻魔でコンボ数稼ぎつつ技ゲージ貯めるからのまず一発目のヤシャ閻魔、そしてもう一発いります。すかさずデカプに作って二発目いきましたね。なのでまあヤシャ閻魔さえゲットできればまあどんなパーティーでもね倒せるのかなと思います。そして13ポイント。さあ次はアースウォーカーフェスを使った攻略やっていきます。こちらもですねヤシャ閻魔と同じぐらい強いんですよ。さあ一緒に使うキャラとしては国宝影政使っていきます。これスコアタで交換できます。トリプルゼーターで結構面白いキャラなので交換おすすめです。さあ武蔵一緒に使っていきます。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯めるからの暗黒神閻魔使っていきます。復活があります。メラポレオン使っていきます。8突です。タップでデカプニ周囲を消す。さあこんなパーティーでいきます。アースウォーカーフェスもですね非常に強キャラなので今回ゲットすればまあこのシュカフェスが倒せると、まあ倒せるんだけどもこのシュカフェスをゲットするためにはヤシャ閻魔で倒すっていうねミッション攻略しないといけないんで、まあこれだけゲットしてもちょっと悲しいって言えば悲しいんだけど、まあでも強キャラなんでかっこいいしね、まあありかなと思います。さあデカプに作る、一気に半分ぐらい減らすことができます。こちらもですねやっぱりアースウォーカーフェス1回では倒せないので2回打ちになるのかなと思います。まあでもタップでデカプニでデカプニ作れるんでまあ比較的ね必殺技連発しやすい。さあ2発目ちょっと足んねえ、もう1発いります。さあ影政打ちの、そしてメラポレオン、さあデカプニいきましたね。まあアースウォーカーフェスでも周回できるよね。さあそして両方使ったパターン、ヤシャ閻魔フェスとアースウォーカーフェス、もう2体使うとね正直楽々周回が可能です。コテンパン使っていきます。そして美脚ですねからの復活の暗黒神閻魔、さあこんなパーティーでいきます。これでですね、まあ、両方ともねダメージアップとダウンがついているのでもうダメージ自体も544まで下がります。なのでゆっくりやっても大丈夫です。だからどうしても倒せないっていう人は今のこの両方ね確率アップしているガチャを回して両方ゲットしていくと周回がね非常に楽々と、まあヤシャ閻魔打ってそしてアースウォーカーと、まあヤシャ閻魔2回打ちもありだしこのアースウォーカーとね合わせて打っていくのもいいんじゃないかと思います。まあ、アースウォーカーはね置いておくだけでもダメージダウンが結構強力です。いきましたね。さあ何か落としてほしい、落としませんねなかなか渋い。